今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は珍味の菊屋さんに伺いました。こんにちは、お邪魔します。どうもご無沙汰しております。はい、いらっしゃいませ。まあ、相変わらず美味しいものがいっぱい並んでますが、ありがとうございます。はい、はい、まあ、お家でご飯を作る、はい、そういう確率が増えている昨今なんですけれども、はいはいはい、なんか美味しいヒント、はい、よろしくお願いいたします。はい、あの、なんていうんですか、お子様も、ね、あの学校に行けずにご自宅に、まあ、はい、ご家族で、まあ、休校のところもありますよね。はい、はい、で、あの、そういう、まあ、一緒に食事を作っていただく時の、はい、まあ、あの、子供さんが喜ぶ、そうですね、なんかアイディアありますか。あの、こういうですね、こういうというのは何ですか。それはあの、ちっちゃいですね、一体何なんでしょう。昆布とかですね、はい、あの、お芋とかくずでできてるんですけども、はい、あの、揚げますとね、あの、ちょっと前、膨らむ、そう、膨らんで揚げ、エビセンみたいに、お菓子のポンとかエビセンみたいに、中華料理のエビセンみたいに、はい、そうなんです。で、弾ける感じですね。で、あの、飾って、あの、食べていただけるんですね。あ、そうなんですか。だからいろいろそのお料理を飾り付けする、まあ、そういう楽しみ、お子様と一緒にこうやったりするのいいかもしれないですね。そうですか、はい、いろんな形があるんですね。こういうのはね、吹き寄せとか、それから、こういうのはね、ただ四角いだけみたいに見えますが、揚げるとね、こういうパンと弾けてね、花が開くわけなんです。花が開く。で、あの、素揚げするだけですんで、はい、もうすぐ油で揚げる、油でもあの5秒ぐらいですぐになりますから。そうですか、はいはい、あの中国茶にあのお湯につけると花が開くみたいな、まあ少し似てますよね。 それの揚げる版ですね。揚げ花すごい、はい、初めて見ました。これはね、これもう古いんですよ。もう昔から実はあって、うちではずっと、はい、あの売れてますね。そうなんですか、揚げる食材、はい、そうなんです。さあ、とはいえですね、はいはいはい、お母様は、はい、あの、しっかりお料理も作らないとダメなんですが、はい、あの、このたくさんあるホタテを利用して何か本格的なお料理できないでしょうか。まあ、はい、あの、ホタテはもうオールマイティですので、はい、まあ、出汁を取るとか炊き込みご飯とかおかゆ、あとはあの、まあ、その麺、まあ、ラーメンとかうどんとか何にでも使えますし、あの、餃子の具にちょっと入れるとか。餃子の具、はい、はい、味が良くなります。あの、万能食材ですので、和食からフレンチ、中華もどういったあの料理でも使える、食材なんですね。はい、はい、そうですか。そのままでも食べられます。食べられますし、いいですね、これは、はい、ちょっと高価ですんでね、はい、こういうちょっとおつまみホタテなんかでも大丈夫、大丈夫です。あの、これをまま ご飯につけて炊いてもいいですし、はい、砕いて、あの、何かお買いに行くといいと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。